どうもでですー太郎ですガルプラコネクトミッションとオーバーオーバーオーバー再生回数ランキングの比較はい コネクトミッションのチッケムが出たから、そちらの再生回数のランキングと、あとオーバーオーバーオーバーの時のチッケムの再生回数の比較をしていきたいと思います。はい。えっ、ー、と、再生回数ランキング自体は、8月23日21時時点でのランキングになります。はい。まず最初にオーバーオーバーオーバーのランキングがこちらです。まあ、このランキング見てみると、バヘイちゃんがね、まず、やっぱ注目度が高いっていう感じがするのと、 あとは全体的には中国の C グループの練習生が結構多い、うん。ね、9人中5人が中国の方だね。あ、すごい。もう半分以上じゃん。すごいね。ね。 あとは、日本人の練習生が、ヒカルちゃんだけ。まあ、ちょっとね、うん、こう、寂しいなっていう気持ちではあるんだけど、うん、まあここからね、実際に、コネクトミッションのチッケムになった時にどう変わったのかっていうところですね。はい。じゃあ、コネクトミッションの、まず、第9位から、ふやぎん、ふやぎんちゃん。彼女のね、チッケム見たんだけど、まず、声がいいよね。私、声すごい好き。うんうん、わかるわかるわかる。ね、力強いよね、歌声が。そう、力強くて、うん、なんか声低めだからさ、なんか声低いから、すごいなんか親近感を湧いてるか。<laughs> Ha 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 ha. めっちゃいい声で、<laughs> そう、うん、私もああなりたいわ、逆にと思って。<laughs> あとは、プヤギンちゃんってさ、ステージでは自信を持って挑むっていうところを多分大切にしてる方じゃん。うんうんうん。そう、だからやっぱりその、そういう姿勢がやっぱりステージにも、今回も現れてるなっていう感じがした。わかるわかる。だからその姿勢がベースにあるから安心感あるし、やっぱ何よりかっこいいなっていう気持ち。わかる。なんか力強い歌声もそうだし、なんかダンスの綺麗もそうだし、目線の使い方とかも、すごい良くて、めっちゃ 目を引いたわかる、なんかさ、眉毛めっちゃよくないわ <laughs> <laughs> かる。わかる。<laughs> そう。くいっとしたけど。触 <laughs> らんけどね。そ<う>なんかそう、うん、決めるとこめっちゃ眉毛グイッてやってくるのが、それがいいね。うんうん、かるわかる。じゃあ、第8位、グイン・マヤちゃん。まあ、彼女はね、K グループのマンネの子で、うん、このさ、イェップダの、なんか予告、ガルプラの予告でさ、イェップダのさ、もう、グイン・マヤちゃんめちゃくちゃ映ってて、私、その予告から、キラキラな笑顔でずっと気になってたのうん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 そうそしたらさやっぱり やっぱりこういういランキングとかにも上位だから再生回数やっぱりみんな気になってたんだと思ってわかるなんかすごいさ可愛らしいなんかザアイドルっていうかさもう元気見てて元気になれる、うんうん、こっちが笑顔になれるなと思ってすごくいい可愛いなんかはじ僕はなんかあんま知らなくて初めて知ったんだけどうん、うん、すごい良かったね表情完璧だよねキラキラが似合うっていうか、うん、なんか個人的にはさプデュー1のソミさんセンターの子1位だったんだけどそう、うん、チョンソミさんっぽさを感じるなんか顔の作りもっていうところ もあるると思うけどななんんんかかキラキララしてるんですよねなんか天性のアイドルって感じだよねそうだねあとはでも一つ気になるのが前ね僕らもセルランキングの動画もやったけどセル16位なんよこの子のセルがえそうなそうギリギリな、まあ、ギリギリ多分18位以下から落ちるから、まあ、ギリギリ今では残るんだけど、うんまあ、気抜けないじゃんそうだね結構ラインだもんね、うん、そうそセル怖い,本当いやそうなんよセル怖いんよいやじゃあ残ってほしいねまず はそう。いろんなステージ見たいからさ、この子の、うん。そうだね。うん、はい。じゃ、第7位。アン・ジョンミンちゃん。彼女も元 SM 練習生で、まずはね、やっぱ手足めちゃ長いなっていう印象なのよ。あー、わかるわかる。そう、スタイルの良さ。あと顔も可愛いし、トレーナーの前でやったやつだとかなり歌うまくて、そう、歌面のイメージ。あ、みんな、みんなもあると思うんだけど、やっぱ歌がすごい安定してて、うん、予告では少しさ、不安なシーンというか、ちょっとなんか、トレーナーに怒られてそうな雰囲気があったんだけど、でも実際ね、ステージやってたらそんなこと 全く感じさせないぐらい、うん、そう、本番がこれだったら、やっぱ、褒められたかなって思いながら見てた。<laughs> <laughs> そう、あとなんか気になって、アンジョンミンちゃんのこと調べたんだけど、そツイッターの検索でさ、アンジョンミンって言ったら、小池って出てきたよ、スペース。ああ、あうん、小池と思って見たら、ね、日プツーの小池俊二君に、どうやら似てるって言われてるらしくて。<laughs> そうだね、目のクリクリ加減かな。<laughs> そうそうそう。確かになんかね、見たわ、私もそれ。そうそう、なんか言われてみればと思って。そこでなんかちょっと刺さる方がいらっしゃる だろう,ね、うんなんかそういう注目もされてるみたいなるほどね、うん、おもろいねそういうのねみんなやっぱいろいろさオタクはつなげたがるからさいろいろ共通点とかああそうだねシャオティはまさにって言ってる人いたし<笑><笑>そうそう言ってたのじゃあ次第6位坂本真白ちゃん、まあ、彼女はねやっぱりダンスがお手本のようにすごいうまいねあとさ集中力がすごいあるなと思ってなんか例えばさ途中からイヤモギみたいなコードすごい垂れ下がってるようあービヨーンって落ちてんか垂れ下が、ね、落ちててねブラブラねそうそうそう そんなこと気にしてないそぶりだからさこっちも途中思いっきりコードがめちゃくちゃ見えるぐらいまで気にならんかったわけよだから全然気にせずやりきってたもんねそうだからその集中力っていうのもすごいなと思って見てたあとはさフィエスタのこのチームはさ結構身長が高いメンバーが多い中マシ汐ちゃんも別に小さいわけじゃないんだけどその中に比べるとちょっと小さめな身長なんだけど、うん、だけど全然そのダンスのさダイナミックさっていうかそのうまさで全然気になんなくてそういうところもさすがだなと思ってマシ汐ちゃんそうだねあとさ歌もいいパートで結構 目立たたよねうそだからさ放送早く見いいみたいなあとすごい、うん、ちゃんと映してほしいって思いながら分量くれんって思いながら見てたわ <laughs> かるマシロちゃんなんかねあんまりまだね分量そんなもらえてないもんねそうでもなんかマシロちゃんはあれなのかなすごい真面目そうだよねなんかああわかるわかるだからさオーディション番組って真面目なだけだとさ映んない時多いからさなんかわかるねえ<ー>かちょっと破天荒な子映るもんね <laughs> そうだね <laughs> セインちゃんみたいな <laughs> そうそうそう眠いみたいな子とかがね、えー、<laughs> そうそ くれと思いながら見てましたよそうだねじゃあ第5位カン・イエソちゃん彼女はね最初のイントロから表情がもう天才じゃないかと思って見てましたよわかるわえー、あのさコロコロ変わる上にあの美貌だからさ <laughs> そうほんといろんな表情見せてくれるよねなんか使い分けがさ、うん、上手っていうかそうだねなんかニコってカン・エソちゃんが笑ったら我々も笑うよねそりゃ <laughs> しかもさなんか途中ウィンクしてきたんよ俺に俺に <laughs> <laughs> てか普通にカメラ目線だっただ 多分もうどれが私のチッキンのカメラかって多分分かってたんだと思うんだけどそういうとこもすごくってわ、うん、かるなんかさ私もさなんか途中からあれずっとなんかカメラ見てるってなってプローってすごいね感動した <laughs> <laughs> ねそうだよねそれも釘付けになったもん <laughs> あとてかさ雰囲気もだけどさもうなんか美しいじゃんカンエンスちゃんって、うん、いやマジでアイズワンにいそうと思いながら見てたわかるわかるなんか華麗な感じでさ手足も長いし、うん、そう美しいアイズワンの雰囲気にぴったしだったよね、うん、なんかなこちゃんに似てるって言われて れてるじゃん私最初からさそう言われてるって知らなくて言ってたけどそう、やっぱ同じ人いたみたいでそうなんかナコちゃんにも似てるから余計そう感じるんかもしれんねもしかしたらしかもさ余談だけどさナコちゃん本人がそれについて言及したよねああそうだねそうだね見た見た <laughs> <laughs> いや粉丸見る目あるわーと思ってうーんやっぱみんな持ってたんだよかったーと思ってあとまあカンゲスちゃんはさその美貌だけじゃなくてダンスもさ上手だからよくないうん見応えあるそう すごいいい見てて気持ちいいよねじゃあ第4位ルイ,チーちゃんルイチーちゃんは私はさもうルイチーちゃんダンスうまいとかそういうことじゃなくてさもうなんかエースだよねこの子。わ <laughs> かるわかる何かもうそういうの全て超越してるよね。そうなんかセンターだからとかじゃなくて、うん、エースっていうからもうなんかさスターだからさ、うん、これ私が好きだからっていうのもあると思うんだけど、はい、でも正直ねなんかルイチーの魅力がありすぎて存在に感謝っていう気持ちになってきたどんどん。<laughs> <laughs> 好きすぎる。完全に好きなやつやんの、それ。いや、なんか見てるだけで満足だし、スターだからさ、やっぱ絶対デビューしてほしいわけ。もう今。わかるわかる。なんか惚れないわけないっていうか、女子高にいたらマジで爆モテだと思うよ、ルイチイちゃん。確かに。もう同性からも好かれる子だよね、あの子はね。うん。うん、チョコ大量ですよ、バレンタインはもう。<laughs> もうチェッキムのさ感想関係でもルイチーちゃんのスター性にやられたわけですよ完全に <laughs> そうだねわかるなんかもうわかるもう存在にありがとうだよね出てくれてありがとう今度こそデビューしようねっていう花道歩こうねですよ <laughs> <laughs> 確かにね。まあ、ルイチちゃんもね、いろいろなね、なんかオーディションとかも経てだからね。いや、なんか、チッケムっていうよりかほ本当そうだね、存在だし。ルイチちゃんが出てきただけでもう一気に引き付けられるっていうか、存在感もあるし、もうかっこいいし、イケメン感あるし、なんかあのさ、もうもはやあのインナーのさ、なんかあのスパンコールみたいなあのギラギラのさ、あのインナー、だからルイチちゃんだけなんかギラギラだったじゃん。<laughs> なんかみんなシンプルな黒色とかなのに。<laughs> なんか <laughs>、もうそういうのももう似合うしさ。似合うね、負けないよ、スパンコールには。<laughs> そうそう。 そうそうでさ、まあ、もちろん、ルイチーちゃん、これ、イブだからめちゃくちゃかっこいい曲だけど、なんか、可愛い曲とかのステージとかもちょっと見てみたいなって気はする。確かに、どんな感じになるんだろうね。そう。なんか、二度美味しい気持ちになりそうじゃないここまでスターだったら。ああ、わかるわかるわかる。ギャップを楽しめそうだしね。そう。あの、ルイチーが、なんか、ずっと顔、キャピキャピしてるみたいな。そう、もう、ツインテールしてるルイチーが、みたいな。<laughs> やば。<laughs> さす、さすがにせんかな。<laughs> <laughs> でも、でもさ、その、そのキャピキャピしてるやつですら、やっぱさ、チョコはもらえると思うよ、やっぱり。それでも <laughs> な,なんでバレンタイン設定なんぞっと <laughs> <laughs> でも、絶対女子校でモテるやつだから。そうだね、モテる。あの、ロッカー開けたらブラーってなだれを切るやつやろ <laughs> うん。でもなんかさ、すごいさ、全部もらっても、なんか無限に扱わず、すごいありがとうって顔してくれそうじゃない <laughs> そう。ルイチーちゃん自体は、多分甘いもの苦手なんよ。あ<ー>、あるほど。 だけど、いいそ,うそう、ちゃんと食べてくれる全部。ああ、いいね。うん、優しい。<う>想像だよね。<laughs> <laughs> 全部想像。すごいわー。すごい広がったわ。じゃあ、第3位、チェイ、ユジンちゃん。もうここでユジンちゃんがね、最初のパートからさ、もうユジンちゃんはさ、引き込まれたというか、もうこれは前回の動画でもしてたけど、なんかさ、ユジンちゃんはさ、ガールクラッシュだけど、可愛いし、上品だから、ほんと、汚くならない。汚くな,るならないけど、普通。<laughs> なんかやっぱ下品にはならないじゃん。<laughs> あ、わかるわかる。常に清潔感っていうか、ね、美しさをまとってるよね。うん、ほんと。うん、なんか可愛い本ほんと、とにかく可愛い顔が好き私 いや、わかる。なんか沼。ね、なんかわかる。なんか俺あの、ゆじんちゃんみたいなタイプの顔、可愛いとは思うけど、タイプっていう感じじゃなかったんだけど、だけどゆじんちゃんも好き。わ <laughs> かる。なんかさ、もう、いいよね、本当に。語彙力しかもさ、可愛いじゃん。うん、可愛いけど、たまにキリッとした顔するんよ。あ、わかるわかるわか,かる。それたまらんが。<laughs> <laughs> 富山弁 <laughs> 止まらんのよあのキリッとした顔が分かる可愛い子のキリッとした顔やばいの分かる <laughs> いいよいいすごい分かる、うん、えだからだからさ今回ブルーピンの曲やったのは結構正解じゃない大正解うんすっごいいいよねあとさ、うん、正直さ一度放送されてるとチッケムって少し上位に聞きにくいわけじゃんうん、うん、見てるもんね放送でねそうそうだけども今回3位っていうのはやっぱりかなり人気あるなっていうのはもう立証されたよね、うん、そうだねもうさすがだからもうデビューしてって っていう、ここもね、うん、デビューしての気持ちですよ、私は。あとさ、カンエソちゃんの時も言ったけどさ、そう、ユジンちゃんもさ、途中からずっと見てくるんよ。<laughs> カメラをね、カメラそうそう。あ、俺じゃなかったあ、俺じゃなかった。俺ではない。<laughs> <laughs> そうそれでねもうよかったわずっと見てくるずっと目合ってたからさうーん幸せな気持ちですよね幸せな気持ちになったマジでまあさすがプロだわななんかオタクの気持ち分かってんだろうねやっぱりああ確かにやっぱそういうのはやっぱり経験者ならではの培ったさやっぱスキルっていうのもあるかもしれんねうんうん、なんか捉えて離さないっていうかさ目線を、うん、そうだね、うん、確かにじゃあ第2位江崎ひかるちゃんここのさ2位からまず再生回数がぐっと上がるわけよ、うん、ねえだからさ注目度がやっぱりひかるちゃんって で、かなり高いんだなっていうのがもうさすがすぎると。思って確かに、だってさ、まあ現時点だけど、そのユジンちゃんの倍あるからね、再生回数。うん、本当に、ね、めちゃすごいよね。なんかマジで、うん、これ本当毎回言ってるような気がするけど、ガルプラ出てくれたありがとうの気持ちだよ、本当に。いや、本当に、うん、なんか本当ヒカルちゃんに出会えたことが収穫。本当に。ありがとうでしかないよね。うん、で、あとさ、ダンスはもちろん上手いじゃん、なんかヒカルちゃんって本当。 前からさ語彙力なくて申し訳ないけど、うん、そうでさしかもラップもうまいっていらしてたけど今回歌やってるからそう歌も良いというなんかなんかヒカルちゃんって何に全部できんのみたいな分かるなんかさそのサビ後半のさ発音あれだけどクギソルジャヤヘンのさなんかドスキータ低い声のヒカルちゃん、うん、うんうんうんめっちゃ良かったでしかもさ、うん、なんかちょっと高いパートもないなんかちょっと力強く歌うところああ,あ分かる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 いやあそこもすっごいよくて、うん、うヒカルちゃんはデビューだなってまた <laughs> 3連続ぐらい言ってるけど。<laughs> <laughs> いや、もうヒカルちゃんもまデビューなんだけど、本当になんかそう、え、できないこと何もないじゃんと思ったよね。いや、本当に、こんなありがたい人がね、いてくれるのは本当嬉しいよ。あとさ、この丸にはその打ち合わせでは何回も言ってるけど、ちょっと動画でも言っちゃうんだけど、ヒカルちゃんってさ、割とさ、髪の毛ペタッとさ、ちゃんと全部後ろでくくって、うん、顔を全面に出す。髪の毛ファサってやって雰囲気出すことが多いんだけど、男性やる子って。うんうん、そう。だけどなんかちゃんと、私はもう、ちゃんと体で表現するみたいな。あー、うん、うんうん。うん 顔全面に出してくるスタイリングも好きなの、僕は。そうだね。うん、なんか実力があるからこそできるやつよね。うん。高い実力。もなんか、ちょっと実力があるとかじゃなくて、めちゃくちゃ実力あるもんね。<laughs> そうなのよ。もうずっと見ていたい。じゃあ第1位、バヒエちゃん。バヒエちゃんってさ、練習期間そんなに長くないんだよね、確か。あ、そうなんだ。でも、そんな期間短いのに、歌もダンスも、今の時点でも結構上手いから、今回このガルプラ通して、どんどん練習したら、もっとどんどん上手くなるんじゃないかなっていう気がする。うんうんうん。練習生の期間 っって俺知らなかったんだけどそう全あーそうだよねうん、なんか安定感が割とあるというかでももっと多分上手くなるだろうなっていう感じがあるから、うん、それがいいなって思ったうん伸びしろ感じるよねで特にさあの「イリゴクライマックス」のところそう前に出てきてポーズ決めるじゃんあそこの感じめちゃかっこよくてそれはすごいね良、うん、かった、まあ、あとはさなんならちょっとメモできたんじゃないかなっていう気がしたけどね安定感でいったらわかるわかるなんならそう歌い出しからすごいバヒェちゃんの歌いいなと思ったからそう普通にねすごく歌も上手だよね、まあうん 多分さ、うん、まださ、練習期間短いからっていうので、自信がなくて多分立候補。練習風景だと立候補してなかったじゃん、ば平ちゃんって確か。そう、だから、あれ、あれやったらよかったのになってちょっと思った。まあ、あとはさ、高い人気だから、少しアンチがね、ついてそうだけど、まあ、正直それを跳ねのけて、デビュー圏内にずっといてほしいなって思うね。わかるわかる。そう、なんかね、ほんと動き一つ一つ丁寧で綺麗だし、なんかまあもちろん美貌も美しいしさ、綺麗だし。うんうん、あとなんか個人的に好きだったのは、なんか自分のパートじゃないとこも、 ちょっとなんかね口ずさんでたんだよ。あーかわいいね。<laughs> 踊りながらそう可愛か,かった <laughs> そう。<laughs> バヒエちゃん。マヒエちゃんはさ、そんなに言うほどさ、分量なくないあるかなないないない。別に番組内でそんなに目立ったイメージないよ。まあなんかちょっとお兄ちゃんが出てきて、どうこうとかはあったかもしれんけど、うん、でもね、別に本人自体にそこまでガッツリとした分量はそんなになかったから、これからもっと分量あるとい,いよねうね、ん。そうだね。じゃあ、えっと、1位から9位までやってきて、コネクトミッションのランキングと、オーバーオーバーオーバーのチッキムランキングの企画がこちらです。 で、えっ、ー、と、いざ見てみると、オーバーオーバーオーバーだけにいる人たちがこちら。まあ、オーバーオーバーーは C グループの練習生がすごい多かったんだけど、特にシャオティンとかね、実はコネクトミッションに入ってないっていうのが、うん、もうびっくりだよね。あ、確かに。ね。あと、チョン・シンユウちゃんと、シュイ・ズインちゃん、ちょっと名前だけじゃねえ私。あ、この子かってすぐわからなくてちょっと調べたんだけど、そう見たらね、あ、あの子かってなって、うん、チョン・シンユウちゃんがコネクトミッションで、ブルピンの曲、二班でやった子で、で元 SM 練習生ん後は、うん、気になってチッケムいたんだけどガルプラのあの曲のほ,ほとんど結構いい,い,いポジションっていうかなんかマジでボーカル強くて、うん、途中でちょっとミスだって音外しちゃったりとかしてたんだけどそれまではかなりね完璧というかめちゃくちゃかっこよくてすごいいいなと思ってたんよね8位のシュイズーインちゃんももともと結構知名度高いみたいでなんか中国の方でオーディション番組いっぱい結構いくつか出てたりしたんだよねそうなんかファイナリストに も選ばれてたりそもそもあの昔 JYPSM キューブそれぞれのオーディションに合格してたりしてでもさご両親に反対されて残念ながら入社しなかったみたいな感じだから、うん、すごい何度も何度も挑戦してこうやってチャレンジしてくれたっていう感じだからファンも多分ねもうデビューして花道だけよって多分思ってるだろうね今回そうだね違うけどこんな大手の事務所を受かっても入らなかったっていうすごいよねだからもう,もう結構魅力がねずっとあるってことだよねきっと、まあとは,やはり 全体的に言うと、まあ、注目度がもともと高い練習生がねオーバーオーバーはいて、まあ、キムドアちゃんとかもそうだしあとはコネクトミッションだけにいる方がこちらです、まあ今回入ってきたのがカン・エソちゃんマシロちゃんアンジョミンちゃんグインマヤちゃん5位から8位の練習生、うん、まあでもここら辺は結構実際にオンエアされて実際に放送が始まって、まあ、やはりある程度注目されてるであろう人たちが入ってきたっていう感じかなそうだねまあ特にカン・エソちゃんとマシロちゃんとかそんな感じだよね確かかに番組始まってから どどんどん注目がねねされててったって感じだ、ね、うん。なんならさ、この、イエソちゃんとましろちゃん同じ事務所だからさ。あ、そうだ。ね、すごい,い,いよね、うん。すごい。まあ、あとは全体的な感じで言うと、コネクトミッションになると、K グループの練習生が増えて、全体では9人中5人が韓国の練習生なんでね。うん、で、あとは、日本人もヒカルちゃんだけだったんだけど、ましろちゃんが入ってきてくれたっていう感じで、うん、なんならこの10位に、川口ゆりなちゃんも結構上位で、そう、だからね、日本人の練習生も少し ずつこうやって再生回数上位になってきたのも嬉しいことだよねそうだねであとはここの共通の人達で言ったらバヒエちゃんユジンちゃんヒカルちゃんルイチプヤギンちゃん、まあ、この5人はま変わらずランクインしてて特にこのトップ4はもう人変わんないからねちょっと順位はじゃ変われどどっちもトップ4だもんねうん、うん、えだからさこんな最初からここまで変わらないってことは結構後半までこの感じ続きそうな気がするよねそうだね よっぽど何かが起きない限りは硬いと思う。うん。ていうか、ヒカルちゃんデビューしてほしい。ルイチーもだけど、友人ちゃんもだけど、あ、いっぱいいる。わ <laughs> <laughs> かる。もうなんかね、わかる。この感じ。懐かしいね。んなんか、してほしい。<laughs> ししいじゃあ、こうやってね、比較、再生回数のランキング見て、比較もしてきたけど、えっと、実際にはね、もうすぐで、あの、順位発表式になるから、なんかそれね、それでどう違いがあるのかっていうところも、また気になるなーっていう感じがするね。そうだね。<music>